プーチン大統領と面会するアスラハノフ2000年8月29日アスランベクアフメドビチアスラハノフはロシアチェチェン共和国の政治家警察官僚ロシア内務省退役大将チェチェン選出のロシア連邦議会会員国家会議大議員1967年ハリコフ教育大学を卒業し警察官となる 1988年ハイジャック事件で人質解放に成功し赤星勲章を受章。1990年ロシア人民大議員、最高会議大議員に選出された。当時は同郷のルスラン・ハズブラートフ率いる最高会議とボリス・エリツイン大統領は対立状態にあったが、アスラハノフはエリツインを支持していた。九百九十年ロシア内務省を退官し、 ジョハルド・ダー・エーフを支持していたが、徐々に対立し、離反した。1992年イングーシ、共和国暫定行政長官。チェチェン紛争では停戦交渉の当事者として、尽力した。2003年から2004年まで、ウラジーミル・プーチン大統領補佐官を務めた。2004年ベスラン学校選挙事件では、武装勢力との交渉に当たった。フリースタイルのレスリング、柔道。 三宝のマスターである、ありがとうございます。